そのヴェルディに関しては、まあ、前節終了後上福監督こうメンバー選考のところなんかももう一度考えなければならないという発言をしていました、まあ、そんな中で今日は2シャドウを変えてきた。まずは東京ヴェルディで 3-4-2-1 を予想しました。ゴールキーパーマテウスです。最終ラインが綱島、千田、谷口、最終ライン石原、井上、それから怪我から戻ってきたホイブラーテン、大畑、ダブルボランチ安井と原口、まあ、そこからおよそ2週間の中断期間を経てトレーニングを積んでその成果をパフォーマンスとして見せたい今日の一戦です。前半が始まりました。すぐに前線に強行、山田豪輝、クロスバーを叩きました。森田、ワンツー、森田前向き、スルーパス、折り返す、山田豪輝、ここも決定機でした。そうですね、ただ今中見る限りではアクシデントが起きたようには見えません。高い位置で奪った、またぐ、左足、渡辺龍馬の左足、なかなかいい形を作れていなかった浦和レッズ。前半の27分、渡辺龍馬の今シーズン5ゴール目、先制に成功したのは阿部浦和レッズです。渡辺龍馬この一発持ってますからね。4231の中で、まあ、右ウィングのところが中入ってきて少しスペースできたら自分で一つ外して左足フィニッシュ、まあ、主からこうのところですよね。でもヴェルディ側からしたらちょっと千田がこれ簡単にシュートを打たせすぎですよね、はい、間合いも少し遠いですし、まあ、ここまでの距離を空けてしまえば渡辺であればこのシュート打てますね、はい。セットプレーが終わって前半終了の笛が鳴りました。前半45分、0-1、1点リード、浦和レッズとなっています。林さん、前半の印象いかがでしたか。大久保は東京ヴェルディの深澤と同世代、まあ、今でも週に 2,3 回会うほどの仲ということで、まあ、今日深澤は残念ながらメンバー入ってませんけれども、もともと育ったチームとの対戦を楽しみにしていました。井上から前線落とす大久保、大久保から渡辺龍馬、横パス、関根のシュートだ、マデスです。お、リスタートです。ベルディ低いボール、おお、よく落ちた、こぼれて砂島だ、おお、来た、うん、今日注目プレイヤーに挙げていただいた砂島優斗、ねね、点取ると思ってたんですよ。J1 初ゴールです。いや、よく決めましたね。でも少しやっぱりレッズ側もここの集中力なかったですよね。はい、リスタートされて、まあ、やっぱここまで押し込まれると結局はこういう形にはなると思うので、まあでもこのシュート綱島見事でしたよね。うまく流し込みましたね、外から、うん、完璧ですよね。はい、中閉めてますけれども中の様子も伺いながら空いたところのウィングバックを有効活用できているヴェルディ、はい、サイドのミドル、ヘディングシュート、おー、来た、おー、綱島、またしても綱島、いやー、今日2得点、逆転です、東京ヴェルディ。いやー、綱島劇場じゃないですか。本当ですね、はい、東京ヴェルディアカデミー育ち、大学を経てホイブラーテンから対角線のボールですが、これはキーパーマテウスです。マテウスが掴んだところでファイナルホイッスル。前節ホームで敗れていた東京ヴェルディ